はい、皆さん、こんにちは。レック不動産鑑定士講座で鑑定理論というか、僕の講師をしております、不動産鑑定士の川原と言います。では、今回はですね、このタイトルですね、まだ間に合う2019年単刀一発合格法というテーマでガイダンスをさせていただきます。年明けからでも2019年度の単刀式試験に合格ですね、間に合わせることができる、そういったことをですね、さまざまな観点から説明をさせていただきます。まずは大前提としまして、不動産鑑定試験の概要についてですね、説明をしていきます。はい。不動産鑑定試験は、まずは単刀式試験というものを受けていただいて、で、合格した方が論文式試験を受けて最終合格をする。要は公認会計試験なんかと同じように2段階の試験制度になっています。なので、まずはね、この単刀式試験の方から確認をしていきます。単刀式試験、試験科目はと言いますと、2科目ですね。行政法規という科目と鑑定理論という科目ですね。2つの科目で試験が実施されます。行政法規、不動産というのは勝手気ままに使えるものではなくて、さまざまな規制、法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名って聞いたことありますでしょうか。不動産に関する36の法律について学んでいくのが、この行政法規という科目になってきます。宅建試験なんかをですね、勉強された方は、宅建試験で学んだことの4割ぐらいは、試験範囲が重なってくる。なので、宅建試験で勉強したことが活かせるという意味では、行政法規かなりリードできた状態で勉強を始めることができるのが、この行政法規という科目になってきます。一方、鑑定理論ですね。鑑定理論というのは、不動産鑑定士が不動産の経済価値を判定して、いくらという金額ですね、それを示していく、これ鑑定評価というんですけど、この鑑定評価を行う上での考え方、理論を学んでいくのが、この鑑定理論という科目になってきます。専門科目ということになってきます。で、いずれも択一式、マークシート方式で40問ずつ出題されます。で、2時間でそれぞれ40問ずつを解いていくね、そういった試験ということになってきます。では、いつ試験が実施されるのか、試験期日です。例年5月の中旬の日曜日、第2日曜日、母の日が通常ね、試験日ということになってきます。例年通りですと、2019年度は5月の12日が試験予定日ということになってきます。では、単刀式試験、どれぐらいの率で合格することができるのかってことですね。合格率です。大体30%ぐらいの合格率になっています。30%ちょっとですね。要は3人に1人が合格できるということになっていきます。宅建試験が確か今15%前後だったと思いますので、単純な比較はできないと思うんですが、率という意味ですと、宅建試験よりも、この鑑定士の単刀式試験の方が受かりやすい試験ということになってきます。点数ですと、大体7割ぐらいの点数を取っていただければ合格することができるようになっています。では、単刀式試験合格するためには、どれぐらいの勉強時間確保する必要があるのかってことですね。標準的な学習時間は大体500時間ぐらいと言われています。これは講義の時間も含めて500時間ぐらいということになってきます。宅建試験が大体ね、300時間ぐらいとね、一般的には言われてますので、その1.5倍ぐらい勉強していただければ、十分に単刀式試験合格することができるということになってきます。では、これ突破しますと、次は論文式試験ということになってきます。行政法規という科目は、単刀式試験だけの科目でして、で、一方で鑑定理論というのは専門科目ですので、論文式試験でも出題されます。加えて、論文式試験は、民法経済界会計が加わって、計4科目で試験が課せられるということになってきます。科目数が多いというのが、この論文式試験の特徴ということになってきます。論文式試験は専門科目であります鑑定理論とともに、民法経済学会計学ですね、計4科目で試験が課せられます。では、いつ試験実施されるのか、試験期日ですね。例年8月上旬の同日月の連続する3日間が試験日ということになってきます。2019年度は例年通りですと、8月の3、4、5が一応試験予定日ということになってきます。最終日、月曜日ですので、働きながらの方はですね、事前にお休みを取っていただく必要があります。これ、真夏真っただ中で、これ論文なる文章を書いていく、そういった試験ですので、ある程度体力勝負的な側面も有するのが、この論文式試験ということになってきます。では、どれぐらいの率で合格することができるのかってことですね。合格率は大体15%程度ということになってきます。要は、7人に1人が合格できる、そういった試験ということになってきます。ただ、この7人というのは、単刀式試験合格した人7人のうちの1人ですので、やはり論文式試験はですね、ある程度難しい試験と言えます。
いつもこれ言い訳的に言うんですが、この合格率の厳しさは、この資格を取った後の、この資格の使い勝手と相関関係があるということですね。つまりは、一概には言えないと思うんですが、比較的まあね、取りやすい、受かりやすい試験というのは、資格というのは、じゃあそれね、受かって資格を取ってすぐに就職転職に直結するかというと、やっぱりそうじゃない部分もあると思うんですよね。一方で、司法書士さんなんかもそうなんですけど、なかなか合格率が厳しい試験というのは、もちろん受かるのは大変です。ただ、合格しますと、希少性を生み出しますので、就職転職に直結するということになってきます。鑑定試験も今ね、人手不足、鑑定業界って本当人手不足なんですね。なので、合格しますと、就職転職に直結する、ね、そういった側面があります。はい、では論文主義試験、どれぐらい勉強時間確保していただければ合格することができるのかということです。標準的な学習時間はだいたい2000時間ぐらいと言われています。やっぱりね、科目が4科目もありますし、論文なんでね、文章を書く訓練もしなければなりませんので、最低でも2000時間ぐらいはですね、勉強時間確保していただく必要があります。で、論文式試験合格するためのポイントは、やっぱり4科目も試験科目がありますので、バランスよく学習をしていくことが重要です。得意科目あるに越したことはないんですけど、基本的には得意科目は不要です。一方で、苦手科目が1科目でもありますと、なかなかね、論文式試験合格することが厳しいということになってきます。鑑定試験は相対評価の試験です。なので、みんなが書ける問題を自分も同じように書けるようにしといて、一方、みんなが書けない難しい問題は書けなくても気にする必要がないということですね。つまりは基礎を重視してバランスよく学習をして、全ての科目問題で平均的な答案ですね、それを全科目揃えられば論文式試験、これ合格することができます。本当に他の人と差がつかないような本当に平均的な答案です。毎年合格者のね、合格した答案を見せていただいてるんですが、本当に言葉悪いんですけど、大したことない答案なんですよ。まさにギリギリ受かるような答案だな。ただ、その方はそういった答案を全科目揃えてるってことで、これがポイントです。平均的な答案を全科目揃えられれば論文式試験ですね、合格することができるということになってきます。さらに鑑定試験の特徴としましては、2つほどポイントがありまして、まずは1つ目、一度単答式試験に合格しますと、論文式試験が最大3回受験できる、そういった制度になっています。単答免除制度、言葉で言い換えると三進制度ですね、そういった制度になっています。特に鑑定試験は働きながら勉強なさる方が大半ですので、この単答免除制度をうまく使っていただくというのが一つポイントになってきます。とともにもう一つポイント、短期合格が可能となるように試験問題の見直しが実施されています。本当に鑑定業界人手不足ですので、試験団体国土交通省は、ね、学生の方だったり、異業種の方にも積極的に鑑定試験チャレンジしてもらうために、2016年度から試験問題の見直しを実施しています。要は、単純に言うと受かりやすくしてるってことですね。基礎を重視した問題の内容だったり形式だったり採点にですね、見直しを行ってますので、数年前までですと、短期合格者というのはほとんどいなかったんですけど、ここ本当に2、3年は見直しが実施されてますので、短期で合格する人が本当に増えてきています。本当に受かりやすくなってるんですね。こう基礎さえしっかりと身につけていれば、十分に短期合格が可能になるような、そういったね、試験問題の見直しが実施されています。では、皆さんが鑑定士に興味を持っていただいて、ではね、じゃあ年明けから鑑定試験勉強しようということですよね。で、最短で鑑定士になるのはどういったルートかと言いますと、それは2019年度に単答論文一発で合格するというのが、これ最短ルートなんですよね。ただ、それは今までの話の流れでなかなか厳しいというのは、なんとなくお分かりいただけると思うんですね。やっぱり働きながら方が大半ですので、なかなかやっぱりですね、年明けから最終論文までっていうのは、ね、厳しいです。なので、今からですとどういった戦略が最短ルートかと言いますと、まずはこの単答免除制度を、ね、活用していただいて、まずは2019年度は、ね、単答だけに特化していただいて、短期で、ね、単答に合格をしていただいて、で単答の負担をなくしていただいて、ね、この単答免除制度を活用していただいて、難しい論文に専念していただいて、2020年度の免除制度を使って論文に合格してもらうということで、これ2段階でやっぱり合格を目指すということですね。これが遠回りのようでいて、特に働きながらの方はこの免除を使ったこの2段階の学習の進め方が戦略的な
合理的な勉強の進め方なんだということになってきます。なので、まずは2019年度はですね、これからですと単等合格に特化した、ね、勉強コースを受講していただきたいということになってきます。レックですと単等に特化したコースとしましては、通常のコースとして単等合格コースというのが、全54回ですかね、通常のコースとしては単等合格コースですね、全54回のコースがあります。そちらを取っていただいて、ね、合格をしていただくってもありなんですけど、ただ年明けからですとおすすめのコースがありまして、それがこちらですね。年明けから4ヶ月で単等合格を目指す2019単等スーパー速習コースですね。全27回ですね。こちらがおすすめのコースということになってきます。では、通常のコースと比較をしながら、この速習コースの特徴を説明していきます。じゃあまずは、ね、Q&A の形で、ね、示されてるんですけど、まずはこの速習コースと通常のコースの最大の違いは何なんですかということですね。それはズバリ講義回数が少ないということが一番の特徴、違いということになってきます。講義回数をあえて抑えてるということですね。それが特徴です。図のところを見ていただいて、通常のコースは、ね、全54回です。で、この速習コースは半分の27回なんですよね。非常に圧縮されています。ただ、半分だと合格するための知識としては不十分なんじゃないか、足りないんじゃないかって思いませんかね。そういった不安もあるとは思います。通常のコースというのは、確実に担当に合格してもらうためのコースになってますので、例えば講義内容としましては、ある程度保険をかけて C ランク的な知識も確認していきますし、コースの中には知識を再確認していくような、ね、まとめの講座なんかも含まれています。で、働きながらの方で、こういった、ね、資格試験の勉強で一番不合格になる理由というのは、お仕事が忙しくなってしまって、結局与えられている講座を消化しきれずに本試験を迎えてしまって不合格になるというのが一番の理由なんですよね。で、まとめの講座とかね、しっかりと消化できるにこうね、全然問題ないんですけど、まとめの講座なんかあっても結局消化しきれなければ意味がないということですね。なので、この速習コースは過去問を分析しまして、徹底的に担当の知識に絞り込んで講義を行っていきます。つまり、消化不良を起こしにくいカリキュラムになっているのが、この速習コースの特徴ということになってきます。要は、10の不確かな知識よりも5の確実な知識で、短期間で、ね、単等合格を狙う、そういった戦略的なコースがこの速習コースということになってきます。単等というのは、トップで受かろうがビリで受かろうが全然関係ないんですね。で、得点は論文式試験に引き継がれませんので、この速習コースというのは、言葉は悪いんですけど、要はもうビリでも構わないので、ギリギリでなんとか単等の合格に滑り込んでいただきたい、そういった目的の戦略的なコースがこの速習コースということになってきます。とは言ってもってことですね。2つ目の休演。いや、実際年明けから2019年度の単等筆記試験に間に合うんですか、合格することができるんですか。4ヶ月しかないですよ、2019年度の5月本試験まで。年明けからですとなかなか厳しいんじゃないですかってことですよね。確かに年明けから単等論文一発で合格するというのは、それも現実的には厳しいです。ただ、単等だけに特化していただければ、年明けからだったとしても十分に合格することは可能です。なぜならば、この速習コースというのは、知識をインプットしていく講座を通常のコースよりも回数絞っていますので、復習時間を圧縮することができます。知識を入れていくインプット講座を、通常のコースで回数を絞りに絞っていますので、講義の時間も少なくなりますし、それに伴って復習時間も、ね、少なく済みます。つまりは、
先ほど説明した通り、通常担当に合格するためには、講義の時間も含めまして、だいたい500時間ぐらいがですね、勉強時間確保する必要があります。これは通常のコースってことですね。一方、速習コースというのは、講義回数少なくて、その分ね、復習も少なく済みますので、だいたい400時間ぐらい勉強時間を確保していただければ、十分に合格することができるコースになっています。年明け4ヶ月ですね。要は日にちでいうと120日、400時間を120日で割りますと、1日あたり何時間ですかね。まあ、約3.3時間ですね。3.3時間。3.3時間です。週末多めに勉強時間を確保していただければ、平日はまあ大体2時間ぐらい勉強時間を確保していただければ、十分に400時間ぐらい消化することができるはずです。これ通勤通学の時間も当てていただいて構いませんので、皆さん通勤通学で往復2時間ぐらいかかってないですかね。その時間を勉強時間に当てていただければ、で週末ちょっと多めにやっていただければ、十分に400時間ですね、消化することができるはずです。加えて、例えば、宅建試験を勉強されていたり、あとその他の資格の勉強で、担当式試験のね、試験を受けたことがあるとか、そういった方ですと、さらに、この講義の時間、勉強の時間が圧縮されまして、多分ですね、300時間ぐらいでも、十分に合格することができるはずです。宅建試験で学んだことが行政法規ですと4割ぐらい重なってきますし、あとは他の資格試験で担当式試験のね、受けたことがある。そうすると担当特有の勉強の仕方とか、そういったことがね、理解されていると思いますので、まあ、そういった方ですと、さらに圧縮できて300時間ぐらい勉強時間確保していただければ十分に合格することができるはずです。実際に300時間前後で合格されている方がぜひこの速習コースで何人もいらっしゃいます。じゃあ申し込むには、お金大事なんですよね。受講料ってどれぐらいかかるんですか？コストってこと。これ大事なことですよね。初期投資どれぐらいかかるんですかということです。で、この速習コースは、やはり講義回数も抑えていますので、割引等々を使っていただければ、通常のコースの一般価格よりも、だいたい6割ぐらいの価格でこれ申し込むことができます。初期投資コストもですね、かなり抑えられたコースになっています。ただ、じゃあ安かろう悪かろうで、安かろう悪かろうで、使用テキストだったり、アウトプット講座、要はね、問題を解いていくね、答案練習か答練等々は、通常のコースとやっぱ違うんじゃないですかってことです。そんだけ安いってことは、後からテキストを追加で買わなきゃ、買う必要があったりとか、あとは東レン等々も通常のコースと比べると回数がかなり少ない数とか、そういったことになっていないんですかってことです。そういったことにはなっていないんですよね。テキストだったり過去問っていうのがちゃんと全て受講料に含まれています。後からテキストとか過去問を別途買う必要は一切ありません。あとは東レン等々の回数も通常のコースと、ほぼ同じ回数が設定されています。なので、追加的に余計な教材だったり、講座等々ですね、追加的に買う必要が一切ありません。なので、速習コースだけを取っていただければ、十分に担当合格できる力が身についていきます。では、この速習コースのですね、構成をちょっと確認していきます。はい、この速習コースは、大枠で捉えますと、2つほどの部分に分かれてきまして、まずは知識をインプットしていきます。担当基礎記ですね。知識をインプットしていく。インプットしていく。担当基礎記。で、続いて、問題を数多く解いていく。担当完成期ですね。要はアウトプットをしていく時期です。が担当完成期ですね。大きくね、大枠としては2つの部分に分けることができます。この速習コースは、まずは知識をインプットしていく担当規則の部分と、問題を数多く解いていってですね、
力を完成させていく、まあね、アウトプット部分の担当完成義ですね。大きく2つに分けることができます。で、このまずはね、担当基礎機の知識をインプットしていく部分ですね。こちらは、この速習コース専用のインプット講座というものを準備しています。専用の知識をインプットしていく講座がこの速習コースにはね、設定されています。それがこの担当スーパー速習講座というものになってきます。鑑定理論11回、行政補給会の全20回ということですね。これ速習コース専用の知識をインプットしていく講座です。1回あたりの講義時間が2.5時間で、20回ですね、受講していただくということになってきます。で、知識を入れていただいて、で、この問題を解いていくのが担当完成期ですね。まずは担当実践答練ですね。まあ、本試験同様の実践的な問題を解いていく答案練習会、それぞれの科目3回ずつの計6回ですね。で、最後、模試ですよね。全日本担当公開模試1回受けていただいて、本試験に臨んでいただく。で、このアウトプット期のこの答練と公開模試は通常のコースと、まあ、共通になっています。こちらね、通常のコースと共通のアウトプットですね。変わりはありません。共通です。担当実践答練、全日本公開模試ですね。これ通常のコースと共通のものになっています。で、このね、問題を解いていく答練だったり公開模試というのは、まあ、2時間で40問をそれぞれの科目解いていただいて、で、50分の解説講義をね、聞いていただく。そういった講義の流れになっています。要は、速習コース専用のこの20回のスーパー速習講座で、まあ、効率的に知識をインプットしてもらって、で、アウトプットは通常のコースと合流していただいて、で、問題を数多く解くことによって知識を完成させて本試験に臨んでもらうって形ですね。そういった流れになっています。で、受講形態なんですが、まずこの知識をインプットしていく速習講座なんですが、こちらは、通信のみの実施となっています。いや、自分は生クラスが良くて通いたいんだけど、ペースメーカーにしたいんだけど、じゃあ通信のみなのかって方もいらっしゃるとは思います。確かに、生クラスのメリットもね、多々あると思います。ただ、速習講座というのは年明け4ヶ月で、ある意味こうタイトなスケジュールで講義を受講していく、そういったコースなんですね。で、生クラスというのは、どちらかというと、講義の日程に自分のスケジュールをこう合わせなければならない、そういった面があります。レックですと生クラスというのは担当式試験、担当向けですね。大体日曜日ですね、2コマずつ、午前10時から1コマと、で、休憩を挟んで、1時間ほどの休憩を挟んで、午後の1時半からもう1コマですね。毎週日曜日2コマずつですね、2.5時間、2.5時間、5時間、で、休憩を挟むと6時間ですよね。で、例えば、通う時間なんかもね、入れていただくと、要するに7時間ぐらい毎週日曜日を確保しないと、生クラスを受けることができないということですね。結構大変だと思いますかね、思いませんかね。やっぱり週末働きながらですと、やっぱり家族サービスとかいろんなね、やっぱりこともあると思います。なので、毎週毎週7時間を丸々確保するというのは結構大変だと思うんですよね。で、一方で通信の受講というのは、レックは1回あたりの講義が4ユニット制になっています。1ユニット35分ぐらいで、かける4ユニットで、で、1回の講義時間2.5時間、そういった構成になっています。なので、例えば朝ちょっと早く起きて、1ユニット35分だけ、まずは講義を受講して、で、出勤とか、ね、学校に行っていただいて、で、早く帰ってきて、残りの3ユニット分を受講するみたいな形で、要するに自分のスケジュール、生活の中に35分の隙間さえあれば、どん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 ですね、講座を受講していくことができるわけなんですね。要は、自分のスケジュールに講座を合わせやすいというのが通信の受講のメリットです。特に年明けからある程度タイトなスケジュールで受講していかなきゃならない速習講座ですと、どちらかというと生クラスよりもこれ通信の方が様々なメリットがあるんだということになってきます。で、知識をね、効率的にインプットしていただいて、で、今度はアウトプットで、こちらは生クラスがあります。実践答例も公開模試も生クラスがあります。で、こちらはスケジュールは、まずは実践答練ですね。
実践通りはちょっと東京の水道橋本校だけになってしまうんですけど、生クラスがあります。3月の24日からですね、毎週日曜日3週にわたって、午前中行政法規、午後鑑定理論という形で、ね、3週にわたって水道橋本校で、東京水道橋本校で担当実践東連の生クラスがあります。例年通りですと、関東の担当式試験の本試験会場というのは、この水道橋本校のすぐ隣の、日本大学の法学部が、例年の担当式試験の本試験会場なんですね。で、担当式試験というのは日曜日の朝10時から開始されます。で、実践答練も日曜日朝10時から。で、場所もすぐ隣の水道橋本校なんですね。本試験会場のすぐ隣。なので、これ毎週毎週3週にわたって実践答練受けに来ていただくことが、これ実際本試験のシミュレーションになってきます。そういった意味でも、ぜひ通える方は水道橋本校ですね、担当実践答練ですね、3週にわたってぜひね、受けていただきたいということになってきます。で、こちら公開模試。公開模試は、提携校も含めますと、全国で16か所ほどで生クラスがあります。水道橋、札幌、仙台、富山、金沢提携校、静岡、梅田駅前、京都駅前、神戸、岡山、広島、山口、松山、福岡、福岡、古賀提携校の那覇本校ですね。全国16か所ほどで、公開模試ですね、生クラス実施される予定になっています。日程は4月の14日の日曜日ですね。こちらが公開模試の日程になってます。なので、最後の公開模試だけはこう生で受けてみてみたい、そういった方は、お近くにこのね、16校のレック本校がある場合には、レック本校提携校がある場合にはね、こちらでぜひですね、公開模試だけでも生クラスで受けてみるようにしてください。なので、受講形態としましては、大きく3つですかね。すべて通信で受講されるパターンですよね。で、模試だけ通学するパターンと、あとは水道橋本校だけなんですけど、東連模試を通学するパターンですね。一応3つの受講形態が考えられます。で、通信の受講形態なんですけど、ウェブで受講するものと、DVD で受講するものと、大きく2つに分かれていきます。内容はね、もう全く同じです。パソコンだったりスマホで、ウェブ上で講座を視聴するのがウェブ講座。あとは、DVD、手元に映像が残る。手元に映像が残るという意味では、若干 DVD 講座の方がですね、受講料が高くなっています。ウェブ講座は視聴期限があります。2019年の5月の末ですね。本試験5月なので、その末までが一応視聴期限になっています。DVD は一方で、手元に教材、DVD が残るということになってきます。で、通信だと、生クラスじゃないと、直接先生に質問できないか、質問がね、できないじゃないかってことです。当然、質問制度はあります。通信ですと、メールでの質問制度、これ教えてチューターという制度になっています。これがついています。で、特に回数制限ありません。で、もちろん講義内容のみならず、勉強のやり方とかですね、進め方とか、そういった質問もね、何でも構いませんので、基本的には鑑定理論については私が直接質問を返していきます。鑑定理論ですと、大体1日2日程度で返するはずですので、特に生で質問できない、そういったデメリットを解消できるぐらいの、メールでの質問制度になっているはずです。で、この担当の速修コースをね、取っていただいて、で、淡々と勉強を進めていただいて、見事担当式試験に合格していただいた。で、次は今度論文式試験ですね。2020年度に向けて論文式試験を受けていく必要があります。で、当然論文だけのコースもちゃんと準備しています。で、例えば合格体験記とか写真とか、そういった提出ですね、一定の要件が必要なんですけど、この論文合格コース、半額で申し込めるような、そういった割引制度なんかも用意してますので、まずはね、論文のことは考えずに、これね、担当式試験の合格を目指していただきたいということです。加えて、この2019年度に向けて速修コースでしっかり勉強しました。ただ残念ながら、例えば1問分とかね、わずかな点数が足りなくて不合格になってしまったこともあると思うんですね。で、そういった方向けのサポート制度として、仮にこの2019年度向けの速修コースを取っていただいて、残念ながら担当式試験受かることができなかった場合にも、2020年度の通常コース、こちらを半額で申し込めるような、そういった
サポート制度などもね、ちゃんと用意してますので、まずは2019年度に向けて、この速修コースでですね、ぜひですね、短期で担当合格を目指していただきたいということになってきます。では、この速修コース、どんな方におすすめなのかってことですね。まずおすすめなのは、まずは宅建の知識を持っている方ですよね。宅建試験を、ね、受験したり合格したりして、宅建で勉強してた方ですね。先ほど言った通り、行政法規という科目は宅建で学んだことの4割が試験範囲ですね、重なっていきます。宅建で学んだことが一番活かせる資格は、多分ね、鑑定試験だと思います。一番親和性が高いのが鑑定試験です。特に直前に宅建試験をね、受けた勉強された方、今一番宝を持っている状態なんですよね。当然これ、時が経つほど知識ってね、やっぱなくなってしまいます、忘れてしまいますので、こう宝が目減りしていくわけです。今ね、本当に直前に宅建を受けた方は宝を持っている状態ですので、ぜひその宝をですね、有効活用してもらいたいんですね。その有効活用するときに一番親和性があるのが鑑定試験ですので、ぜひ宅建の知識を持っている方はですね、この速修講座で担当式試験ですね、目指していただきたいということになってきます。続いておすすめなのが、こちらですかね、受講料を少しでも抑えたい方、まあ大事なことですよね。この速修コースの受講料は、まあ、他の資格学校さんの金額だったり、あとは他の資格の受講料と比べても、これかなり低い金額になっているはずです。まあ、受講生に優しい金額になっているはずです。まあ、初期投資がですね、抑えられますので、そういった意味では申し込みやすいような、まあ、そういった金額になっているはずです。で、次のおすすめなのが、過去の学習知識を再確認したい方ね。以前鑑定試験の勉強をしていて、でしばらく経ってしまったとか、まあ、そういった方ですよね。この速修コースというのは、こうある意味こうね、回数を絞りに絞ってますので、こう知識をコンパクトにこうね、もう一度確認することができるんですね。なので、実はこの速修コースというのは、もちろん初学者の方にもいいんですけど、一度ね、過去にまた独学だったり、何かしらで鑑定試験勉強して、もう一度始めたいみたいな方にもおすすめなのが、この速修コースですね。知識をコンパクトに再確認することができます。と、あとは、この短期集中で最短で担当合格を目指したいという方ですよね。年明けから担当合格を間に合わせるコースを準備しているのはレックだけです。で、中にはもしかしたらば、もうちょっと2020年度に向けて、ゆっくりと通常のコースで、担当試験の合格を目指してみたい、そんなことを考えている方もね、いらっしゃると思います。いや、もうさすがにちょっと年明けからだと2019年度は結構タイトなので、いや、もうゆっくりと2020年度に向けて、ゆっくりと通常のコースで担当合格を目指したい、まあ、そういった考え方も全然ありです。ただ、こうね、通常のコースでゆっくりやる、いろんなメリットもあるんですけど、ただ、こうゆっくりやるというのはある程度期間が長くなってしまいますので、こう波がどうしても出てきてしまうんですね。波が、つまりこうモチベーションをずっと維持するのが結構大変なんですよね。で、短期というのはもうね、集中してやらなきゃいけないので、モチベーションを維持するとか、そういったことをね、考える暇もなく本試験が来ますので、まあ、そういった意味ですと、短期集中で一気に合格したいって方は、ね、通常のコースでゆっくりやるよりも、これ4ヶ月間で集中して、ね、速修コースで担当合格を目指す方が、実はね、受かりやすいって面もあるとは思います。最終合格、ね、最終の論文合格を近づけるためのポイントは、できる限り早く担当式試験に合格することなんですね。これポイントです。なので、まだ年明けからでも十分2019年度担当合格目指すこと可能ですので、ぜひこの速修コースで短期間で担当合格していただいて、担当の負担をね、なくしていただいて、ね、最終合格ですね、論文合格を近づけていただきたいということになってきます。はい、本当に今、鑑定業界人手不足ですので、ぜひですね、鑑定士に興味持っていただいて、で、年明けからでも十分ですね、2019年度担当合格目指すこと可能ですので、短期で担当を受かっていただいて、最終合格していただいて、次のですね、鑑定業界の担い手に、これを見ている皆さんがなっていただけたらなとね、期待をしております。はい、では以上をもちまして、私のガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。